合衆国の女優サイレント時代に人気のあった女優でザ・バンプというニックネームを持つハリウッド発のセックスシンボルの一人ザ・バンプはバンパイアを省略した単語で男を誘惑しくいものにしようとする女性を指すオハイオ州シンシナティ出身父親はポーランド生まれのユダヤ人母親はスイス生まれのユダヤ人当時の女性としては珍しく 新な機大学で2年学んでから俳優になるためにニューヨークに移った。芸名のターダ・バラはアラブです。アラブの詩のアナグラムであると言われたが、ターダは本名、シアドシアを短縮したもので、バラは母方の祖母の名前である。フォックスはバラを売り出すためにプロフィールを捏造した。例えば、ピラミッドの麓で生まれ、親がフランス人の芸術家と、そのエジプト人の愛人であり、 超自然的な力を持つ巫女だった。など他にも色々なバリエーションでバラの羊を演出した。1908年に舞台ザ・デビルでブロードウェイにデビュー。数年の間あちこちの劇団のツアーに参加した後、映画へカを見出そうと色々なキャスティングオフィスを回り、1914年に映画デビューしたが、最初はエキストラであった。しかし翌年の グシャー力で男を次々に破滅させる洋服を演じ、人よにして、スターとなる。若い女優が主役を張ることが多かったハリウッドで、30歳近くになっていた、当時のバラの成功は異例であった。バラ出演作品のヒットにより、ホックスは最も成功した映画スタジオの一つとなった。多くの映画で、バラは透き通る際どいコスチュームを身につけた。そのような衣装は1930年代に、 ヘイズコードの導入以降は禁止され、徐々に彼女の映画に対する大衆の興味も失われて、いったが今日に至るまでたびたびポピュラーソングにバラの名前が登場するなど、今もその影響は強い。映画監督、チャールズ・ブレービンとの結婚5年後の1926年に映画界を引退。ハリウッドに未練のなかったバラは一度も復帰しなかった。パブリック。 イメージとは違って、気立てもよく、読書や美術館を好む女性であった。料理上手でもあった彼女の家は、映画界の人物が好んで訪れる場所でもあったという。1955年4月7日、ロサンゼルスで遺願により死去した。1914年から1926年の間に40本以上の映画に出演したが、彼女の映画のほとんどは1937年の、 火災でフィルムが消失してしまい、現存する作品は5作しかない。ありがとうございます。